ミチョアカン通りとアトリスコ通りの交差点から東に、ビゼンテスアレス通りを望むメキシコ公園のアールデコの、都県スペイン公園のラサロカルデナスの、モニュメントコンデサは、メキシコシティのクアウテモクの地区名で、コロニアローマの西隣に位置する。行政上は、コロニアコンデサ、コロニアイポドロモ、コロニアイポドロモコンデサの3つの地区から構成される。コンデサは、ファッショナブルで若い会社員、 学生、ペット愛好からに人気があり、多数の国際的なレストラン、バー、ナイトクラブが立ち並ぶ。コンデサと隣のローマ地区を合わせたコンデサローマは2011年にメキシコシティの21のバリオマヒコの一つに選ばれた。日本の旅行ガイド類ではしばしばメキシコの大観山と称されている。コンデサとはスペイン語で女伯爵を意味する。 かつてミラバイエ白爵マリアマグダレナカタリナダバロスで、ブラカモンテヨロスコの所有地であったためにこの名がある。白爵の所有地は、今のコロニアローマからタクバヤまで広がっていた。コンデサの北と東は、ベラクルス通り、アルバロ・オブレゴン通り、ユカタン通り、およびインスルヘンテス通りで、ローマ地区に接する。南と西は、ミゲルイダルゴで、南は、 ベンジャミン・フランクリン通りを境として、エスカンドロン地区に、西は内環状線を境として、サンミゲル・チャプルテペク地区に接する。コンデサは公式には3つの地区からなる。コロニア・コンデサは、タマウリ・パス通りの西、ミチョアカン通りの北に位置する。コロニア・イポドロモは、タマウリ・パス通りと、スペイン公園の東に位置する。コロニア・イポドロモ・コンデサは、タマウリ・パス通りの西、 ミチョアかん通りの南に位置する。コンデサはファッショナブルで特に若い会社員、学生、ペット愛好からに人気がある。いくつかの道幅の広い並木道があり、レストラン、カフェ、ブティック、画廊が立ち並ぶ。アムステルダム通りとミチョアかん通りに多くのバーやカフェが集中している。かつては住宅地だったが1980年代末になって、 ボヘミアン的な特徴を備えるようになった。このため古くからの住民からは、騒音や犯罪などの苦情があるが、全体的な街の名声は上がり、ますます多くのレストランがこの街に引き寄せられている。1985年のメキシコ地震で、コンデサは、メキシコ式歴史地区やローマ地区と同様に大きな被害を被った。しかし地震を生き延びた建物も多い。 多くの建物は1920年代に建てられ、メキシコのアールデコ建築の代表例になっている。かつての建物を取り壊した後に、新しいアパートも多数建てられている。ベラクルス通りのトロリーバス。中島文子の作品、ドブレビダが描かれているコロニアイポドロームは、かつての競技場の後で、現在はその中心にメキシコ公園がある。また、ローマ地区との境には、 メキシコ独立革命200周年を記念して1921年に作られたスペイン公園があり、ラサロカルデナスのモニュメントなどが置かれている。メキシコ公園を中心として、楕円型に走るアムステルダム通りその他いくつかの通りは中央分離帯が緑地になっている。ローマコンデサ地区の路肩に止められた数台のトロリーバスは日本からメキシコに寄贈されたもので2000年から 子供用の教育センターとして使われたが廃棄され、2005年から2009年まで、非伝統的芸術を促進するためのプロジェクト、トロリーバスギャラリーのために使われた。ギャラリーが2009年に、財政難から終了した後も、バスは演劇他の芸術プロジェクトに使われている。エルプラサ・コンデサは1900人を収容できる、コンサートホールである。1704年に、 ミラバイエ白爵マリアマグダレナカタリナダバロスで、ブラカモンテヨロスコは、メキシコシティ西部の広大な土地の所有者になった。彼女は一帯をアシエンだと邸宅に変えた。コンデサの名は彼女に由来する。白爵の所有地は、今のコロニアローマ、コロニアコンデサ、コロニアイポドローマ及び宅バ屋の一部を含んでいたが、19世紀末に所有者が変わった。 邸宅の建物は現在ロシア大使館として使われている。ポルフィリオディアスが大統領の時代に多数の上流階級がここに住んだ。コンデサは最初からよく計画されたインフラを持ち大きな公園と並木道を備えていた。1920年代までにかつてのアシエンダは住宅地となった。人口の増加に伴ってコンデサは 複数の地区に分割された。1910年に市営の競技場が作られ自動車競技と競馬に使われた。メキシコ革命以降はより低い階級の人々がとって代わり競技場は閉鎖された。今のアムステルダム通りが楕円型をしているのは競技場のトラックを反映している。同じ頃に闘牛場も作られ2万3000人の観客を 収容できた。跡地は大部分、パラシオでイエロ百貨店の敷地になっている。20世紀の最初の2、3に、地区は成長し、中流、上流階級や、多数の外国人が住むようになった。1920年代には、多数のユダヤ人移民がやってきた。また、スペイン内戦の避難民も相当数あった。彼らが住み着くことで、街は、都会的。 国際的な魅力を持つようになった。1970年代になると、コンデサの若者は、ポランコ地区などの、よりファッショナブルな地域に移り始めた。1985年のメキシコ地震は、コンデサとローマ地区に大きな被害をもたらし、この地域を放棄する傾向が一層激しくなった。引っ越しのための資金のない住民のみが残った。家賃が下がって、空き地が増えたため、 コンデサには新たな若者たちが流入した。オフィスも作られ、従業員のためのレストランと駐車場の需要が発生した。新しいレストランの競争によって、コンデサの名声が高まり、現在では約120のレストランがある。これらの新しいレストランは歩道にテーブルを持ち出して、食事する新しい方式を導入した。1990年代末まで珍しかった。 この方式は、メキシコシティの穏やかな天候のおかげで大成功した。新しい人々の流入には駐車場の不足、ゴミ、騒音、犯罪などの悪い側面もある。多くの建物が、統制なしに改築され、排水、電気、水道などのインフラに負荷がかかる場所もできた。古くからの住民は、騒音や道路の混雑、薬物、売春などを避難している。 ありがとうございます。